ねラジオネーム、ネビカさん。はい。うのさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございますえ。僕の信念の抱負は、彼女を作る、です。この前、中学の同窓会に参加したとき、結婚して小学生の子供がいたり、今付き合ってる恋人との結婚を考えていたりする人が周りにたくさんいました。今までは、 ユイハンを応援するだけで満足だったのですが将来のことを考えた時やはりちゃんと家庭を作ることも大切なんじゃないかと思い始めましたなので今年の抱負はまずは彼女を作ることですできれば AKB オタの。うーんなるほどねまあでもね先に僕言っときたいですけど彼女を作ることと家庭を作ることってもう100%別問題ですからね もしね、この二つの問題がイコールだったら僕は、あの30代既婚男性の魂を解放するプロジェクトとか始めてませんからね。なんかこれは絶対的な世界の真実として、両者は別問題です。まあ、この前提の上で僕のアドバイスを聞いてほしいんですけど、AKB オタのね、彼女を作るんだったら、世の中にはね、女オタオタという人種がいるんですよ。つまり、アイドルの現場で、女性のファンっているんですよね。 昔のユキリンやサッシー、現にそうだったわけですよ。いわゆる女オタだったんですよ。でその女オタにがっついていくあの男のファンっていうのを女オタオタっていうんですね。まあ、要するにアイドルの現場でナンパしてるやつのことですね。でそこになんか独特のテクニックが存在するらしいんですよ。あの僕の、ね、友達でね、結構ね、サッシーオタで有名なチローさんって人がいるんですけど、彼はね、一時期ね、なんかいぶし銀の女オタオタとか呼ばれてたんですよ。で現にね、結構ね、そのアイドルの現場でカルズを作ったりしてたらしいんですよね。 でなのでそのチロウさんみたいな人を見つけて弟子入りすることをお勧めします。はい。なので僕からのえっ、ー、とネビカさんへのアドバイスとしては現場で女おたおたの師匠を見つけてください。はい。はい